ばわ、こばわ、こうばわ、あああああ、見ますか。学マス見してもらいましょうか。見せていただきましょうか。おおおおおお。見せてもらいましょう。おいすやってやるです。やるしかないのです。くしゃみが出そうです。みんなはお元気ですか？とうとうギャルが来ましたよ。とうとう現れました。ギャルーが。楽しみですね。見るぞー。もう大変ですね。キャラ描きたかったけど今日ちょっと描けなそうだな。なんて名前なんだろう。なんかまた一人だけ、あれちょっとだけ情報開示されてたはず。なんて名前だったっけな。ギャル、んギャル、んギャル、ドゥ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 誰とでも？おいおい、いいのか？誰とでもで。カガキは入ってる？ふふきってこと？ふふき。誰とでも、ふにゃふにゃ気質の、ここなんだ？ここなんて書いてあったっけ？いつも。年齢、隠してるけど、高校1年生から、高校3年生じゃないのか？大体。
眠いね。今日も今日とて。もうせっかく毎日家帰ってたのに、忙しいよ。難しいよ、やることが。もうずっとミリスル打ってたよ。仕事は順調？まあ、順調ではないかな。順調ではない。順調ではないけど、まあ、可もなく。負荷はある。って感じ。まあでも、やるしかない。やるしかないので、やります。ゲームやりたい。なんか、つぼうじのさ、新作出たんでしょ？つぼうじの新作が。あれ、つぼうじと同じ会社なのかな？やりたい。つぼうじじゃない？なんか、崖を登るおじみたいなゲームらしいんだけど。やりたいから見てないんだよね。情報を。動画とかも見てない。ああいうゲーム好きなんで。苦行みたいなゲーム。スーパーマーケットシミュレーターもやってくれ。なんか流行ってるよね。スーパーマーケットシミュレーター。おもろいの？イナゴとしてはやらないといけない。もうみんな飽きてる？パルワールドはもうやってるやついないの？ パルワールドは。なんかマイクラもアップデートがあったみたいな。マイクラやりたい。結局マイクラがやりたい。何が一番やりたいかって。パルはもうみんなやめた。マイクラすごくない？ 3000 円とかで買ってこんなにずっとできんだよ。おかしくない？買い切りのゲームなのにこんなに常にアップデートがあるのすごくない？それだけ売れてるんだろうな。やってるやないかーい。やっちゃった。始めちゃった。やらないつもりだったけど、始めちゃった。わあ。いいかい、置いて。なんかいやらしく見えるな、この方法。何？どこがいやらしいの？誰とでも、やることやっちゃう気質の？ってこと？そんなことないよ。ここになんかさ、変な色入ってない？影の色？なんか、どういう絵なんだろう？鎖みたいなのつけてるわ。俺も鎖つけようかな。手に。手が首に。楽しみですね。ただなんかこれ、学マスのホームルーム、なんとも言えない時間もあるから。ドキドキしちゃう。なんか。まあでも学マスホームルームはそんなにか。ドキドキする時間はある。情報だけじゃなくて、なんかちょっとお話しするじゃん。怖いよね。あんまり得意じゃない時間。なんか俺昔声優さんがキャッキャウフフしてんのすげえ好きだったんだけどな。いつからか。いつからかさ、なんか、そういうの苦手になったな。なんでかわからないけど。なんでだろう。眠。共感線です。わかんねえ。なんだろう。なんか、見なくなっちゃったな。何が苦手かもちょっとわかんないけど。なんか、まあ、やっぱ結局声優さんを見に行ってるわけじゃないっていうのが、感じてんのかな？心のどこかで。
昔から、当初、俺がその、声優ライブを見なかった理由として、俺が見たいのは声優じゃなくてアイドルなんだって、キャラクターなんだっていうので、思ってたから、まだどっかにその根っこが、捨てきれてないのかもしれない。昔はめっちゃ好きだったんだけどな。眠いな。寝ようかな。見ないで。あえて見ないで寝るっていうパターンもあり。早くないっていうか、19時って。毎回言ってる気がするけど、公式配信19時って早い気がする。もうちょっと遅くていいよって思ってる俺は。30分ぐらいしかやんないし。声がドストライクかもしれないぞ、確かに。新しい声優さんをね、やっぱり、好みの声優さんを探しに行って、いつか人気者になって会うことを目標にしなきゃいけないからな。公式配信で、演者の帰りが遅くなるじゃん。しょうがないでしょ。まあ、でも、未成年とかもいるのかな、もしかしたら。可能性としては。でも2年前に、もうそのオーディションをやってるって言ってたから、激若な人はあんまりいなそうだよね。今、高生とかだったらさ、2年前とかになったらもう超子供の可能性もあるから。ギャルはそんなに。よいしょ。あんまり若い子でギャル声なやつって多分いないと、いなそうだから。今のところ有名な人っていないな。なんかでも新人、ゴリゴリ新人がいるわけでもないんでしょ。まあ有名な人を今からアイドルマスターに入れるっていうのもなかなか難しそうではあるしね。ああ、足が。こっから有名になっていくんだよ、みんな、きっと。俺もそう。俺の出番いつかな？何週目かな？学マスホームルームの何日目が俺かな？新人じゃないけど若手で構成されてる気がする。まあやっぱり、アイドルマスターのね、長くやること考えると、やっぱそれなりに年齢いってるとね、疲れちゃうとかもあるかもしれないから。結構酷使されるからね。アイドルマスター声優。用務員のおじさんで呼んでくんねえかな。前回はやっぱり、お姉ちゃん系だったから、よかったけど。でもギャルもいいよ。俺に刺さるよ。俺のこと見てるか？コミーノも。コミーノがベイブレード楽しかったってツイートしてたよ。人とやれて面白い。久しぶりに人とベイブレードやって面白かったみたいなツイートしてた。俺と一緒にベイブレードやらないか？コミーノ。ベイブレードをさ、俺もやりたいなって思うけど、やる相手がいないから、手出せねえ。おもろそうなのにな、ベイブレード。直撃世代なの？いや、ベイブレードはマジの直撃世代。俺はね。もうビタビタ。もう当時、買えなかったんだから。ドラグーンとか。人気すぎて。で、なんとかお母さんと一緒にベイブレード売ってる店探しに行って。買いに行ってたよ。ドラグーン。で、買い物して、帰り道、その外でさ、家族で、ご飯食べるじゃん。そこで興奮して、開けて、もう早く開けたくて仕方ないから、やっと買ってもらえてベイブレードを。
そこでパーツなくすっていうね。どっかに落としちゃって、泣くっていうのが基本だったね。割れないよーっつって。なんでーって。悲しんでた。どうしても開けたくなっちゃうんだよね。で、毎回それやってた。なんなら、なんか買ってもらうたびに。なんかその家族でデパートとか行って、夜ご飯その、なんか、レストランフロアみたいなところ行って、で、その飯食ってる最中に、もう待ってられなくて、袋開けて、ちょっと遊んで、なんかパーツなくして、帰って泣くっていうのを繰り返してた。毎回怒られてた、それで。今出したらなくすでしょって言われてんのに、無視して開けてなくしてた。かわいい。親からしたらたまったもんじゃねえよな。せっかく買ってやったのに。毎回毎回なくされちゃう。ベイブレードはめちゃめちゃやったね。本当に。バク転シュート世代。でもバク転シュートしかやってない。その後のやつは全然知らない。今のベイブレード。X だっけ？今のベイブレードは。X 好きだな、みんな。イーロン・マスクといい。ベイブレードといい。なんかでも、そろそろ、ベイブレードやらないって言えない。ベイブレードって要するにベイゴマのこと、そうだよね。ベイゴマをかっこよくしたのものがベイブレードでしょ。次世代。で、ベイって何って言われたら、ベイゴマのベイだもんね。当たり前なのにさ、ベイブレーダーたちはさ、自分のそのコマのことベイって言うけど、ベイブレードのベイって何って言ったら、ベイゴマのベイだからね。よくベイゴマのゴマをブレードにしたよね。米線のベイ。米線のベイがベイブレードのベイだろ。よくコマをブレードにしたわ。めちゃめちゃかっこいいもん。ベイブレード。響きがいい。ベイブレードほど至高な名前ないよね。その古いものを新しくするときのリファインで。だから俺はベイブレードが好きです。あれもいいわ。あの、ドラグーン、ドラシエル、ドランザ、ドラ、イガー。今はいないのかな？なんかね、ブレードコマだとここまでになったかった。そうだよな。今の、そのベイブレード X なんかちょっと見たんだけど、なんかね、マークがあんま好みじゃないんだよね。マークがダサい。なんかスタイリッシュっぽい画像なんだけど、なんかやっぱね、俺たち、やっぱ、ベイブレード、その初代バク転シュートの頃、それ以外知らないんだけど、あのバク転シュートの頃のあの、やっぱチップに宿されてるさ、あれがかっこよかった、ドライガーとかドランザーとか、あれがかっこよかったからさ、あれが好きだったんだよな、何より。お前のチップ何？みたいな。俺ウルボーグだよ、みたいな。うわっ！やばーみたいな。あれがかっこよかったんだけど、最近のやつはそういうのが。あんまり好みじゃないんだよな。あの中二感がたまんなかったんだけど、今の子たちはそういうのじゃないのかもな。もしかしたら。今ってビットチップないの？ビットチップって言うんだっけ、あれ。ビットチップ多分ない。なんか元から、そのアタックリング、一番上の部分に、なんかマークみたいなのがついてるだけっぽいんだよね。やっぱビットチップがいいよな。あれにさ、かっこいいシール貼んのよ。なんか、なんたらドラグーンとか、なんたらドラシエルとか、いろいろあるんだよな。なんか、しかもその、違うやつに違うビットチップつけるみたいな。俺はこいつ好きだからみたいな感じで、ドラグーンのアタックリングだけど、別のドラシエルとかつけるみたいな。よくやってたよ。あれがかっこいいんだから。もっとあれを押していってほしかったのに。最近は全然違う。あれを押してくれない。
まあ、今はなんかそのキャラクター性、漫画とかやってんのかな？何も意味ないけど、裏返しで付けたりしてた。あれって、今のベイブレードって漫画とかやってんのかな？まあ、漫画の技表現的にね、あれはかっこよかったんだろうな、きっと。ドラグーンとかドラシールとか。いけ！ドラガーみたいな。名前言えるしな。今なんて言うんだろう。言わないのかな、今の子たちは。名前。いけ、僕のドラシールって言ってたもんな、外国人のドラシール使ってるやつが。俺ずっとドラシールだったからさ。ドラシール派。ドラシールが一番かっこいいと思ってた、当時。やっぱちょっと違うんだろうな。メインどこ行かないんだよな。昔から。昔からその主人公機行かないんだよな。ドラシエル、あんまいなかったかな、周りに。俺ぐらいしかいなかった。やっぱごついやつ好きだからさ。かっこいいじゃん、ドラシエル。亀、ごつくて。コロコロ全員サービスでウルボーグ買ったよな。俺、ウルボーグはね、あんま好きじゃなかったかも。で、コロコロの応募者全員サービスとかね、応募の仕方がわかんなくてやんなかったかも。あ、でもなんか、ギラッギラのウルボーグ持ってた気がする。あれ？俺はドラザキッド派。でもドラザキッドはさ、あれじゃん。ドラえもんズの中でセンターじゃん。一応。じゃあ君は王道派だよ。俺ドラえもんズだと誰が好きだったかな。まあでもドラえもんズはドラザキッドかも。てかドラザキッド以外あんま活躍してねえし、ドラえもんズ。みんな、なんか結構、あんまり活躍、大きい活躍はない気がする。でも、ワンドラが一番かっこいいと思ってたかも。ヌンチャク使うやつ。あいつワンドラだっけ？あいつワンドラだよな。ヌンチャクを使う。なんかスタイリッシュな感じが、ワンドラから感じ取れたから。当時ワンドラ好きだったかもしれん。ドラえもんとはもっとやるべきなのにな。なんで潰しちゃったんだろう。消しちゃったんだろうな。ドラえもんのこと。あんなにいいのに。しかもドラえもんズってすごいな。ドラえもんがあんまり出てこないのにドラえもんズだからね。川口図みたいなことだからね。ドラえもんすげえリーダーシップ持ってたんだろうな、きっと。それドラザキッドズでもいいってことでしょ？それ、あれ未来の世界でドラえもんって、あ、ドラえもんって未来の世界だと量産タイプの名前なのかな？ドラえもんが。俺さ、今高評価ボタンが272押されてるのを見て思ったんだけどさ、なんか高評価お願いしますみたいな言うじゃん、みんな。 言うな、何も。 でもなんかさ、やっぱいいものかどうかを見る前にからさ、高評価を押すのってさ、あんまり良くないなって思う。やっぱいいか、良かったら高評価ちゃんと押すし、やっぱいいものかどうかを確認してから押したい、俺は。だから開幕から高評価とかは、できない、俺は。いくら好きなコンテンツだったとしても、最初から高評価っていうのは、できないんだ。そう思う。だからいいものを見せてくれ。俺いいものにはちゃんと高評価してるから。俺の高評価欄は大体ショートで見た美味しそうな料理の 美味しそうな料理の作り方みたいな、簡単で美味しく作れるなんかパスタみたいなのやつばっか高評価入れてる。
後で見ようと思って、後で作ろうって思うから、あとは本当にいいと思ったものね。ジャガの作り、あのマイクラの建物の作り方とか、そういうのはいいね。する週刊最近馬車馬って人見たけど面白かった。なんかあれでしょ、馬車馬ですって人でしょ。なんか2回ぐらいしか見たことない。あ、始まりそう。まれに流れてくるけどあんまり。うわ、ゴミの学園アイドルマスター生配信発売。ゴミの変な色してない？ゴミのなんか変な色してない？すごい青くない？はい、ということで始まりました。今週配信予定。あ、ブツブツしてるゴミの。マスターの最新マイクがこぼれ話をお届けする。マイクの調子が悪いよゴミの。2日目でございます。なんかオーラまとってるよね。青保留。学園アイドルマスタープロデューサーのゴミの秀文です。ゴミのが青保留になってる。はい、ということでね、プロデューサーから皆さん、お集まりいただいたでしょ、お集まりいただいてるでしょうか。はい、元気です。はい、皆さんね、いらしていただいてますね。グリーンバック、今日はブルーバックなのかな。ちょっと小さいって言われてますね。はい、大丈夫です。大きい声出してきますんで。はい、で、あとモノマネしてる時のタスクみたいになってないそれ。秋葉原の方で、チラシの方の、あ、配った？いただいてまして、コミーのどうだった？ね、プロデューサーの皆さんにお声掛けいただいて、本当に皆さんのお言葉、僕ら励みになりました。よかった。一生懸命頑張って行けなかったけど。ところですね。改めて行かなかったが正しいけど。やっていくことの行こうと思えば行けたけど。高まりました。改めまして来ていただいて理想再開した。本当。あとですね、ちょっとやっぱああいうイベントいいなと思ってまして、ちょっとまたね、どっかでできたらいいなと。行こうと思えば行けたけど。次ですね。もう少しこう範囲を広げて。行けなかったか。いろんなところに行けたらいいななんて思っておりますので。あれ？ちょっとまたその辺もですね、行けたんだっけ？俺日曜日何してたっけ？忙しかったっけ？なんて思っております。はい。覚えてねえ。ということでいよいよね、番組始めていきたいんですけれども、この番組の感想は X にてハッシュタグ初星学園。声優も全員来たな。マジ？ずるくない？いえよコミーノ。ぜひよろしくお願いいたします。はーい僕の声ちょっと小さいのかな。はい、はい、まずですね、最初に改めて簡単な振り返りの方をさせてください。学園アイドルマスターとはスマートフォンアプリで今週配信予定のアイドルマスターシリーズ最新作のゲームとなっております。アイドル育成学校、初星学園を舞台に9人のアイドルから1名を選んで、様々なレッスンやお出かけ授業を通してアイドルとしてやりたい、そして成長していく彼女たちを皆さんの手でプロデュース。何でやろう。でもそんな歌とダンスが上手くなるアイドル育成シミュレーションとなっております。皆さん DMM ゲーム版くれるかな。そしてそして現在アップストア Google プレイにて事前登録受付中ですので、まだだよというプロデューサーの方がいらっしゃいましたら、ぜひ事前登録の方よろしくお願いいたします。はい、なおですね、ストアの事前登録ページにリリース予定日に載っておりますが、いつもさ、こちらはシステム上登録されたものとなっております。ストローが刺さってるペットボトルさ、ね、下の方まで飲めなくない？いただいておりますので、なんとなく刺していただけるとありがたいなと思っております。はい、そしてこの番組の初星学園ホームルームではですね、学マスに登場するアイドルとその俺の声で何も聞こえなかったコミの喋りが、なんかさせてた。毎週水曜日19時から配信していきますので、ぜひ皆さんチェックしてください。毎週水曜日は学マスの日と覚えていただければと思います。はい、そして、さてですね、ホームルームを始める前に皆さんから、あ、これか、あれか、今日ね、質問コーナー、今日なんか用意しようかなと思ったんですけども、ちょっとね、またまとめて、来週か再来週あたりに、やらさせていただければなと思っておりますので、今回はひでふみって名前すごいな、発信させていただければと思ってます。そういうことで早速ね、初星学園ホームルーム始めていきたいなと思いますが、漢字6文字ってすごくない？こちらとなってます。はい、テストの時間、です、ね、ロス、タイムロス多くない？そしてアイドル PV 詳細発表、そして最後にですね、初星学園願書記入体験のこの3つで、やらさせていただければと思っております。はい、ということで早速ね、レジュメ1つ目から、俺より2文字多く書くでしょ、全員陰口にすべき。登場アイドルキャスト発表、マジで簡単だからね、顔口。イエーイ。はい、ということでね、学マスには9名のアイドルが登場しますが、名前や担当キャストなどまだね、全部は公開されておりません。来たー。このコーナーでは毎週1名ずつですね、アイドルを初公開していきます。すでに公開されているのは花美咲、月村手まり、藤田琴音、そして姫崎里奈美の4名となっております。本日紹介するアイドルはですね、番組のサムネイルにもなっているんですけれども、皆さん
どんなアイドルか楽しみにしていただけましたでしょうか。ギャル、はい、早速ね、それでは紹介。でもギャルって痩せがちなんだよな、なんか、本日紹介するこちらのアイドル、シウンスミカです。シウンスミカ、イエーイ。シウン、皆さんね、あの X の方で名前の一部公開させていただいてましたが、予想が当たった方いらっしゃいますでしょうか。はい、なんかね、やっぱあの埼玉出身じゃないかっていうね、あの意見が多すぎて、あの名前ね当ててる人がいたかどうかがね、なかなかね、あの授業やレッスンをサボる不真面目なギャル、すごいなと思っておりますが、不真面目じゃん、誰とでも仲良くなる気質は彼女の魅力。後ほど、なるほど、この子に質問みたいなコーナーで、させていただければなと思ってますので、また後ほどご紹介させていただきます。デフォルメ可愛い。そしてそして、お声を当てていただくキャストの方はこちらです。みなとみやさんです。あー、イエーイ。上から読んでも下から読んでもということで、もしかしてそれでは新運住みかえくみなとみやさん、どうぞ。イエーイ、こんにちは。みなとみやだ。お座りいただいてください、はい、大丈夫ですよ。はい、こんにちは。はい、じゃあそれではみなとさん、ご挨拶の方よろしくお願いいたします。はい、新運住みか役のみなとみやです。よろしくお願いいたします。ギャルっぽくないよ、声。お願いします。ゲロゲロしてないよ。で、ようやく皆さんにご挨拶できたわけですけれども、はい、今のご心境などをお伺いできればと思ってますが、もうずっとドキドキしてたんですけど、うん、こうやってもう無事に皆さんと響きが V っぽい、確かに、とっても嬉しいです。緊張はされてます？すごいしてます。そうですね、なんかさっきリハしてる時そんなに緊張しないかななんて話はしてましたけど、思ったより緊張感ちょっとね、やっぱ本番だとピリッと、本番で違いますね、してますね、ちょっと、はい、そうですね、緊張してます。ちなみに先週のうすいさんの配信はご覧になりました？もちろん見ました。スミカ、うすいさんもなんか名前難しいな、みんな見て取れたんですけど、本番はやっぱちょっと緊張されてたんで、覚えるの大変、ね、今日はあの緊張しつつも、はい、シウンってすごいな、あの魅力がお届けできればと思っておりますので、一緒に存在する名字です。シウン、はい、ということで、すげえ和風な感じする、皆さん気になってるじゃないかと思いますので、次のコーナーに行ってみたいなと思っております。はい、せっかくなのでみなとさん、振りの方よろしくお願いいたします。はい、はい、アイドル PV と詳細発表。イエーイ。はい、ということでね、今日はシウンスミカについてもっと詳しく知っていただくためにですね、あのアイドル PV のウィキペディアはまだない。あ、そうなんだ。皆さんに来ていただけるので、新人さん、あ、待って、俺あれ PV 流す流れをそのままミスった。あれ合ってるよね、合ってるよね、はい、大丈夫ですよね。シウン、紫色の雲、はい、すいません、めでたい印とされ、はい、魅力を語っていきましょう。では V 振りの方よろしくお願いいたします。念仏業者の臨収などにあたって、はい、シウンスミカのアイドル PV です。懐かしいこと言ってる。どうぞ見よう。声ちっちゃ、え？声ちっちゃ、ちょっと声ちっちゃいって。ちょっと限界まで音上げてんだって。うん、プロデューサーだからピーチダメ？ピーチ？ピーチとの初デート記念にね、ピーチも食べる？ピーチ？思い出しちゃった。あ、でかくなった。この学園に入学する前のこと。なんて冗談冗談。え？そんなの私に似合わないよね。何？過去あり？送ってくれてサンキュー。過去あり？学園に入学する前のことを思い出しちゃうらしい。腹筋がすごい。声ちっちゃいな。かわいい。私の何がわかるの？切れてる。減らってる。急に。学園アイドルマスター。へえ。音ちっちゃいんだよな。ずっと。ずっと。はい、ということで、コミのデカ。何やら、コミのデカ。ということで。
すいませんでした。ちょっとなんか音がほとんど出てなかった、うん、あの僕だけじゃなくてスタッフの皆さんも緊張してるんですかね。ちょっとあれですね、海のでかいよ。もう一度だけちょっと流させていただければなと思いますので、あのあもう一回、ね、見て、はい、見せてくれる、もう一度、まだですか、もうちょっと引き伸ばしましょうか。はい、そうですね、ちょっとねあの初めて見ていただいた、こっちでも上げたから各社声でかすぎて心臓だったと思ってましたから。もうなんかちょっと泣きそうになっちゃいました。そうなんですよね、ちょっとね、あのせっかく初見で見てほしかったんですけどね。あのでももう一回見たいです。あ、そうですね、2度目を ね見ていただければと。今のセリフは何なんだっていう、ね、そういうことですよ。最後なんか重い系なのかな、ね、ちょっとどんな感じで、はい、ギャルになった理由があるはず、あるってこと。はい、じゃあもう一度ね早速見ていただければと思います。青くなってる場合じゃないぞコミーノ。はい、それでは改めまして、うん、シンウスミカのアイドル PV です。どうぞ。元ヤンかもしれない。暑苦しい、やってらんないって。まったくもう暑苦しいの苦手。よろしくお願いします。うん、プロデューサーだからピーチダメ。ダウナーギャル。まずはプリ取ろう。ピーチとの初デート記念にね、ピーチも食べる。なんかさ、あの子に声似てる。なんだっけ、あの日だまりスケッチの宮古ちゃんだっけ。この学園に入学する前のこと。なんて冗談冗談、そんなの私に似合わないよね。それじゃまたねピーチ。ピーチサンキュー。バレエやってたって書いてあった。へえ、厳しい家庭だったのかな、もしかしてその反動。なんだっけ声優さんの名前、日だまりスケッチのみやこちゃん。声めっちゃそう、水橋かおりさん、声似てる気がする。いいね、なんか甘い感じが。はい、ということで、バレエの反動でアイドルになってくれるのいい子すぎる。ご覧いただきましたが、いい子なのかな。でも地声と全然違うね、声優さん。地声と、ね、声優さんの今の声と違う。ちょっとだけあのこんな感じを残しておりますが、はい、ね、まあ、ちょっとね映像の反応もね見ていただいたところでですね、早速ちょっとスミカについて、語っていきたいなと思うんですが、はい、スミカ、おい、何したの名前呼び捨てにしてんだよ。さんにコミノ、どんな子ですかというご紹介をしていただければと思います。俺もコミノのことヒデフミって呼ぶぞ、はい、うん、いいのか。では紹介させていただきます。シンウスミカはですね、おちゃらけた態度では、え、おい、下手か配信がなあ。前にはバレエで世界に羽ばたいた、配信が下手なのか。真面目にやればポテンシャルは高いはず、うん、親友のリリアと一緒にアイドルを目指して学園に入学していて、今はリリアのことを応援しています。どんだけ配信下手なんだよ。初心者かよ。というね、スミカをのご説明いただいたんですけれども、はい、リリアっていう名前がね唐突に、あれ音が消えた、そうです、あれあれん、どうした。あ、大丈夫、今聞こえますか。説明は聞こえてたのかな。 OBS 初心者すぎる。はい、そうですね、 OBS ってや、こういうさ公式配信とかって OBS でやるのかな。かぶる不真面目なギャルなんですが、というところでちょっとご説明させていただいてたんですけども、一応聞こえていたのかな。最初聞こえてなかった。もう一度だけじゃあご説明、もう一度お話しさせていただきますね。はい、はい、シンウスミカはですね、おちゃらけた態度ではありつつ、うん、誰とでも仲良くなれるような元気で仲良くです。誰と今誰とでもって言ったよね。入学前にはバレエで世界に羽ばたいた実績もあったりで、うん、真面目にやればポテンシャルは高いはず。え、バレエに世界、バレエで世界に羽ばたいた実績も。一緒にアイドルを目指して学園に入学していて、今はリリアのことを応援しています。リリア、うん、誰、頑張りリリア。説明にのごめんなさい、はい、ご説明いただきましたが、はい、みんなで、ね、リリアが気になっちゃってあれかもしれないんですけども、そうなんです、実はねスミカを語る上でね、なんかコミンのもブツブツしてんな、親友のリリアなんですけれども、実はリリアね、ここで、ちょろっとだけ、先出ししようかなと思ってるんですけども、
実は4月3日公開予定のアイドルの名前がですね、実はそれがリーディアという子になってます。4月3日、実はですね、本当はここで名前出す予定なかったんですけども、あの明日公開のスミカの4コマにですね、あのリリアの名前が出てまして、はい、あの4コマその想定で全然作っておりませんでした。なのでそうなんです、ね、ですし、まあ、僕らも多分話してて多分どっかでポロッと出ちゃうなっていうのもあるかなと思ったの で、ね、うん、まあ、ちょっと話しにくいのもあるので、うん、ちょっとここでね先出しさせていただこうというところで、はい、本日一足先に公開させていただきました。ちなみにね、リリアちゃんはですね、スウェーデンからの留学生になっているというところ、スウェーデンからの留学生だって、どの子がリリア、お楽しみいただければと、はい、楽しみにしてください、思ってます。でそして少しね喋りやすくなったところで、はい、スミカに話を戻しましょうか。はい、みなとさんね、このスミカを演じる上で、はい、ここが難しかったよとか、こういうとこ気をつけてますよみたいなところがあれば、まずそのあたりから聞いていきたいななんて思ってますが、どうでしょうか。はい、うん、先ほど見ていただいた PV でも、うん、結構なんかセリフのねテンションが、あれこれはおかしいぞと思った方もいらっしゃるかな、うんうん、髪白い子かなと思うんですけど、この成長前と後でかなりそのセリフの感じとか接し方に結構差があるキャラクターなので、なんかマイクの調子悪いな。いただいた時に毎回収録前にどんな、この今のスミカはどんな風に思ってるのかっていうのを相談させていただきながら収録してます、うん、あとは何でしょうね、その成長前と成長後っていうところもそうなんですけど、うんうん、話す相手によってもかなり違って、友達がとっても多くてみんなと明るく話せる子なんですけど、特に先ほど名前が出ました親友のリーリアとはまたね、親密リーリアと親友なんだ、仲良しだからこその距離感みたいなものが見えたり、あとはプロデューサーさんとの距離もまたね、これがドキドキ、なんて言うんでしょうね、あの関係、そうですね、喋りすぎるとネタバレになっちゃうんですけど、そんな距離感なの、ね、ピーチ と、 ちょっと僕らとしても結構こだわってるポイントだったりはするので、うんうんうん、割と難しいお願いはさせてる自覚はさせていただいてる自覚はあります。なんか、はい、台本を読んでいて、うん、セリフを見て、うん、わこれずるいなって思うような、うん、プロデューサーをちょっとからかってくるような、うんうん、なんかセリフが私はとっても好きなので、皆さんにもね早く聞いていただきたいなと思います。そうですね、結構2人でこう何か行動することも多かったりするので、はい、その時のねこうあの感覚なんかが、うん、まさに本当にこう、プロデュースしていく中でかなりこう変化をしていくの で、 で、ね、どのタイミングでっていうところが結構ね、うんうん、難しいかなと思いますが、はい、はい、あとはですね、そうですね、スミカの話で言うと、例えばオーディションの時の話とかちょっと聞いてみましょうか、はい、オーディションの時の思い出とかあります？そもそも私がオーディションを受けるっていうのが、うん、事務所に入ってオーディションを初めて受けたのがカクマスの、うん、ありがとうございますじゃあ実質デビュー作ってこと？なのでオーディション受けるっていうこと自体が初めてで、うん、しかも大好きなアイドルマスターのオーディションっていうことでとっても嬉しくて、うんうんうん、もう私の持てる全てをかけてここに頑張ろうって思って受けたオーディションでした。なんかあのオーディションの時すごいあの覚えてますけど、はい、ダンスもやられたじゃないですか、はい、その辺のダンスはどうでした？やっぱアイドルマスターはオーディションには他の子にはないダンスぐらい、他の子にはダンスオーディションを、ね、あのやってなくてですね、スミカだけちょっとやらさせていただいたんですけど、スミカだけダンスオーディションあったの？ダンスオーディションがあったので、もともとダンスを踊ることがとっても好きだったので、うんうん、ここしかないとなんか運命的なものを感じて、うん、じゃあスミカのライブはゴリゴリダンサブルってこと？もしかして進ませていただきました。いろんな意味でこう初めてだし、はい、まあ、ダンスねお好きだったっていうのもあって、いろんな意味でこうスミカとの出会いっていうのが、うん、多分こう運命的なこうマッチングだったのかなっていうのはありますよね、はい、確かに、うんうんうん、あともっとバレー設定あるからっていうところで、はい、オーディションの時 に、 なんかあの白ギャルか黒ギャルかみたいな話があったと思うんですけど、ありましたどうでしたあれやってみて。なんかオーディションってその決まった正解があってそれに近づけていくみたいなイメージもあったりするんですけど、今回のオーディションに関しては一緒にスミカっていうキャラクターを作り上げさせていただくみたいな感覚で、白ギャル寄りで読んでみたり黒ギャルで読んでみたり、白ギャルと黒ギャルって設定差あんの？楽しかったですね。同じようなもんだと思ってたけど、勝手にさせていただいて、そうですね、違うのかな、もうなんだろう、どういう方向にするかみたいなのを皆さんでと一緒にやらさせていただくならみたいなところを、はい、あの考えながら僕らの方もちょっとオーダーさせていただいてたんですけども、うん、あとはそうですよね、あれですよね、あの学校通いながらだったっていう話聞いてたんで、あのクラスのギャルってどんな子がいますとか聞いてましたよねそう
ですね、身近にいるギャルっぽい子を参考にしながらとか、いろいろ若いんだ、じゃあ雑誌読んだりとか、うん、学生だったってことは当時、そんな感じで役作りをした覚えがあります、黒ギャルの方がギャルギャルしてる。あとオーディションとかで言うと、あの楽曲とかもあのオーディションとかで歌ってもらったり、絵描きは塩田さんと描き分けるみたいなもんだろ。そんなのあんの、絵描きって。そうですね、すご収録した時のこだわりとか、あの思い出とかあれば、はい、もう本当に初めてのお仕事だったので、緊張しながらサポートしていただきながらではあったんですけど、スミカはやっぱり踊ることっていうのがとっても大事なキャラクターなので、歌を収録する時でも、ここにどんな振りがついて、踊りに何か因縁があるってことかなっていうのを想像しながら、なるべく歌詞の意味とかが歌に乗るように意識して収録してました。なんか曲もらった時とかってどうでした？初めて。そう、あの曲をもらった時ってどんな曲かなっていうのを想像されることが多いと思うんですけど、なんかすごくさっき聞いていただいた通りに乗りやすくて、みんなが思わずクラップしたくなるような曲なので、もう踊りたいと思って。いいね、クラップがあるの一番いいよ。こんなこの振りにはどんな振りがつくんだろうなみたいなことをすごいおっしゃってましたよね。収録するときも振り振りどうなるんですかってね、はい、うん、早く教えてくださいみたいな感じで、そうですね、踊れたら嬉しいなと思ってます。いやでも初めての収録がこの学園アイドルマスターってなかなか無茶な。あの成長前の収録とかもね、あるので、多分本当に初めて、他のタイトルで多分そんなことなかなかないと思うんですけど、その成長前の収録とかやってみてどうでした？その成長前の収録はすごくスミカらしい成長前になってまして、なんかまだ歌が上手じゃないとかではなくて、やる気がないゆえにカラオケっぽい歌い方、流すような歌い方をするみたいな成長前になっていたりもして、私カラオケがとっても好きなんですよ、カラオケ行きたい。成長前のカラオケっぽく歌うっていうのがすっごい得意で、あの収録はとっても楽しかったです。めっちゃうまかったですよ。もう僕歌ってくださいって言ったら本当に一発目出てきたのでね、あ、そういうことそういうことみたいな感じでね、こっち側の佐藤さんたちとなってたりしたんですけど、そうなんですよね、いろいろね、あの収録だったりもやってきましたけど、あと僕結構すごい記憶に残ってるのが、あの衣装とかをちょっと見ていただいて、なんかいろんなアイの中からどれがいいですとかってこうご意見いただいたりしたじゃないですか、その辺とかももしよろしければちょっとお話しいただきたい、かなりみんなで作ってたから、おしゃれとか服を見るのとかが好きなので、なんかギャルってどんな服なんだろうみたいなのを雑誌で読んだりして勉強していた時期もあったりして、そのあたりの知識が、皆さんのお役に立てればいいなと思って、そう案を出させていただいたりとかもしてました。めちゃめちゃ助かりました。やっぱここね、どういう、なんだろうな、あの服装にしていくかって、まあ、やっぱ僕らだけでこう考えててもなかなかこう幅が広がっていかないので、やっぱりキャストさんのご意見とかいろいろ聞きながら作っていけるとすごくいいなと思ってたんで、すごい、ね、結構ね、こうこっちはこうした方がいいですみたいな割と細かいね、ご提案もいただいて、あのその辺が、ね、結構反映されてたりするんで、あのね、今後も引き続きご提案いただければと思ってますが、はいみたいな形でいろいろ話していきましたが、なんかまだ話し足りないことあります？なんですかね、なんかありますか？思い出、オーディションの時の思い出とかでもいいですよ。オーディションの時の思い出ですか？でも本当にやっぱりみんなとミヤはっていうことが一番なんですけど、みんなとミヤ緊張ももちろんしてました。今日もそうですけど、初めてっていうのってやっぱりその経験してきたことが、年齢が書いてない、とっても緊張してたんですけど、コピーの回すの下手ないからこその、新鮮さみたいなものを出せればいいなと思って、年齢気にするのがいいだろ別に、体当たりのような感覚で100点満点の悪いことだね。素晴らしいですね。2020年ありがとうございます。2022年事務所所属。いやでも全然当時はオーディションの時あんまり緊張してる様子を見受けられなかったんで、いや素晴らしいですね。今日も全然しっかりあの喋られて、僕より全然あのコミュはしっかりしてくれてましたって書かれてますけど、僕より全然しっかり喋られてて、あ、まあでもそうか、2年前って言ったからそんなもんか。はい、そうですね、じゃあ次はですね、次の、ね、話に行きたいなと思うんですけれども、先日ね、公式 X にて、学マスホームルームこの子に質問というですね、ハッシュタグで質問を募集させていただきました。なので獣フレンズ3のこちらも漢字記ウサギ役やってるわかなと思っております。はい、はい、ということでね、皆さんね、あのすごく気になってるであろう、まずスミカの出身地を教えていただければと思います。はい、はい、スミカの出身地は北海道です。ドサンコギャルなの？北海道、これね、
そうですよね、北海道って言ってもなんかあれかもしれないですけど、これ実は北海道ちゃんと理由があるんですけど、ドサンコギャルだ言えないんですよね、これもう少し見事もそうなの、リリースして、しばらくしたら、はい、なぜ北海道にしたのかというところはじゃあドサンコギャルはなまらめんこいをマスミカというアイドルを読んでくるしかねえな、どうしようかっていうのを、まあ、考えたギャル初期の時から実は北海道っていうところは考えてはいたので、はい、なんかそのあたりはねまたちょっと小話なんかでお話できたらなと思っております。はい、おいし曲書いてくれ、確かにたと思うんですけど、こちらについても教えて、まさに書いてもらうか。はい、スミカの趣味はカラオケや SNS です。うん、なんかもうギャルっぽいですね。はい、まさにまさにね、ギャルっぽい。シナリオにもカラオケとか SNS の話よく出てくると思うんですけど、うん、よく出てきますね。はい、そうなんです、本当に好きでっていうところもあると思います。はい、そして最後に、ボーカル、ダンス、ビジュアルのうちどれが一番自信がありますかという質問いただいてます。はい、先ほど紹介した通り、うん、スミカはバレエで世界に羽ばたいた経験もあるので、ダンスと思いきや大丈夫かギャルのパラメーターはなんとゼロなんですね。なんででしょうね、はい、なんででしょうか、ね、あ、パラメーターゼロなんだ。ちょっと実際にプロデュースしていく中でですね、やっぱりあれ自己申告制なんだな、パラメーターだったりとか、スミカの多分だから自信がなくなっちゃったんだろうな、きっと楽しみに昔のことをいただければと思い出したくないっていうみたいな話してたからということで、はい、はい、スミカのついてはいろいろお話ししてきましたが、そろそろ最後のコーナーに行かせていただければと思います。はい、初星学園入学願書記入体験。イエーイ。はい、現在学園アイドルマスターではですね、入学願書キャンペーンを実施しております。全国のアニメイトの店頭や遊びストアで商品を購入された方などに、ね、今のところ自信あるのは赤だけじゃねえか。確かに。この裏面にはですね、でどうせあれでしょ、赤の子もなんかその自分のこと結構卑下してたから、多分その自分を誇示するためのそんなコーナーです。なんていうの、ちょっとした大喜利で強く言ってるだけで、多分ない本心では自分に自信なさそう。行きましょうの一発目だと思ってください。はい、ということでじゃあ見ていきましょうか。はい、記入いただいてると思うので、はい、どうぞ。はい、うん、こんな感じで書いてみました。はい、どうでしょうか。ちょっとね、ジュースこっちこっちこっちか。はい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 、はい、はい、という形で見ていただきましょう。はい、はい、一個ずつ字がプリプリしてて可愛いね。まず目に入るのがですね、点点点でダンスって入ってますけど、ね、どういうことなんですか。こちら点線にさせていただいたのには理由がありまして、うんうん、まあ、先ほども言った通り私踊ることがとっても好きなんですけど、うんうん、ここをマックスにするわけにはいかないと、まだまだこれから始まっていく学園アイドルマスターでスミカと一緒にどんどん上を目指して成長していきたいという意味を込めて、この数値にして点線は未来の私ということで、素晴らしい回答ですね、はい、本当に成長していきたいと思います。人生2周目なんですか、皆さんは。100点満点の回答ありがとうございます。本当にスミカと一緒にね、はい、成長していくっていう意気込みはすごく感じましたし、はい、あとね、気になるところで言うと、はい、盛り上げってちょっとね、ちょんちょんついてますけど、はい、はい、これはどういうことですか。はい、まあ、盛り上げ、うん、もうその名の通り喋り方ずっと面接みたいだな。もともとそんなに盛り上げ上手、人前に出るときにそんな変な喋り方しねえだろ、はい、でもそう、2年前にスミカと出会って、うん、スミカのいいところをいろいろ教えてもらって、そのスミカのいいところを私も吸収させてもらおうと思った結果、うん、盛り上げるのが上手くなったりとか、あとはアクティブ、行動力がね伸びたりとかして、もう本当スミカには感謝しかないという感じです。なるほど、じゃあ本当に運命の出会いだったんですね、はい、そのスミカにも影響を受けながら、はい、あ、高等部普通科っていうのもやっぱあるんだ。あるってことですね、はい、なるほど。ちなみにウインクだけなんかすごい少ないの、これなんか理由あるんですか。そうなんです、うん、スミカとはとっても共通点が多くて嬉しいんですけど、うんうんうん、唯一ウインクだけはとっても苦手でして。なるほど、そうなんです。なので、まあ、ここは俺が代わりにやっとくよ。任せろ。披露できる機会までにはできるようになりたいなという気持ちで、一発目がいただけるプロデューサーの皆さんがとてもじゃないけど耐えられる自信がないぞこれは。なるほど、じゃああとはこの趣味とか特技にもちょっと触っていきたいなと思うんですけど、うん、踊ること、歌うこと、手先が器用、はい、手先が器用、手先器用で、うん、そうなんです、こう見ていただいて気づかれてる方もいて嬉しいんですけど、うんうん、ネイルこちら自分でやってみました、いかがですか。ネイル自分でやってんの、すごくない、
先週ギランギランネイルが、ね、ピントが合わねえ。あのネイルって書こうと思ったんですけど、うん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 、下手か。全然気にしなくていいですよ。そんなかぶっちゃった。ネイルって難しいのかな。なるほど。あと歌うことと踊ること、うん、どうなんだろう。この辺りは。そうですね、うん、ダンス踊ることが大好きなのと、うん、あとは歌うことは、スミカの趣味もカラオケなんですけど、そうですね、私もカラオケ大好きで。大好きなんですね。なるほど、はい、そこもまた共通点だなという感じです。なるほどなるほど。最後ね、自己 PR、はい、これがですね、ちょっと待ってくださいね、アップにしてもらっていいですか、はい、スミカと輝くステージに立つためのことでも全力で挑みます。はい、全力で挑みます。プロデューサーさん、見守っていてください。もう見守るでしょ、そりゃ。お願いします。素晴らしい。なるほど。ありがとうございます。ちゃんとね、アイドル化なんですね、あと。はい、アイドルを丸つけさせていただきました。いやー、まあ、ちょっとね、僕もこれ書いてほしいってプロモーションチームに言われたことあるんですけど、いや、もうこんな上手に書けたらもう俺は書きたくない。なるほど、上手な、ね、上手なって言い方もしたらおかしいですけど、今日の配信は調子悪いね。感謝ありがとうございました。こんな感じでですね、はい、皆さんもぜひ入学前の準備としてですね、この初星学園のダンスに入学してみてください。はい、以上、初星学園入学願書記入体験コーナーでした。イエーイ。はい、ということでね、初星学園ホームルーム2日目をお送りしてい いきました、旬すみかのお披露目とですね、港宮さんのご紹介ということで、神の返しも不調、プロデューサーの皆さん、いかがでしたでしょうか。はい、相手を込みのも、いやもう僕は書きたくないです。はい、あとはそうですね、もう書いて、守らなきゃって書いてありますよ。嬉しいです。素晴らしいですね。守らなきゃ。はい、皆さんもね、願書、うん、ぜひ書いてください。もう、うん、書いてくださってる方もたくさんいらっしゃいますよね。そうなんですよ。たくさん書いていただいていて、すでに、うんうん、本当に皆さんにもね、書いていただいて、この入学の準備をね、しっかりしていただきたいななんて思っております。はい。はい、ということでね、最後に学マスからのお知らせを僕と皆さんの方からお伝えしたいなと思っております。はい。はい、ではまず最初にですね、次回初星学園ホームルームについて、お知らせさせていただきます。かわいいこの子。次回初星学園ホームルームは来週水曜日、これは3月27日の、これじゃないです、だ4月のあれでしたもんね。ミーミヤは今映っているアイドルのご紹介となりますので、ぜひお楽しみに。ミーモヤみたいな、うん、はい。そして本日のスミカの紹介 PV 公開を記念して、公式 X にてフォロー&リポストキャンペーンを実施します。リーリアだ、リーリア。学マス公式 X をフォローしてキャンペーンポストをリポストしてください。はい、抽選で1名様にスミカのイラスト入り色紙に私のサインを添えてプレゼントします。うん、たくさんの応募お待ちしております。こちらもアイマスポータルと学マス公式 X をご確認ください。かわいい、うん、はい。次に3月18日より東京と大阪の電車内ビジョンにて期間限定で学マスの CM を放映中です。電車内ビジョンが放映される線はこちら。プロデューサーさん、見かけたらぜひハッシュタグ初星学園入学準備をつけて教えてくださいね。はい、電車内ビジョンの CM、はい、現在 X や見に行く人いんのかな。別にだって見える CM を電車内でやってるだけじゃないの。公式 X や公式サイトにもまとめてあります。ぜひご自身のアイコンなどに電車の中で見れたっていう、はい。そして喜びがあるのかな。学園入学願書提出キャンペーンを開催中です。これがリーリア、チラシやデータで配布させていただいている初星学園入学願書、この絵めっちゃ可愛くない、何これ。の上ハッシュタグ初星学園入学願書提出を受け付けて、リーリア可愛いな、ポストしてください。抽選で10名様にですね、初星学園パンフレットをプレゼントさせていただきます。たくさんの願書提出お待ちしております。学マスではですね、現在事前登録、期間中ですね、すべての生配信についてミラー配信実施ポリシーを公開しております。詳細はアイマスポータルやミラー配信、実施ポリシーをご覧ください。ぜひですね、ミラー配信や同時視聴配信を実施してください。最後にですね、最後じゃねえな、学園アイドルマスター公式ディスコードベータ版がオープン中です。公式ディスコード俺も入った方がいいかな。増設して話題に合わせた交流や日本語以外の交流もできるようになっております。プロデューサーの皆さんが使いやすいようですね、今後もアップデートしていきますので、ぜひ参加してみてくださいね。はい、うん、そして最後に学園アイドルマスターのグッズが登場です。かわいい、買うべき。ラメアクリルスタンドやグリッター缶バッジなど要チェックのグッズが盛りだくさん。日本人より外人の方が盛りだった。現在アニメイトにて予約受付中です。まあ、なんかディスコードって、そういうコンテンツの使
公式ディスコードってあんまり日本でね、コンテンツで見た、見る、見た記憶ないけどね。ぜひ購入していただければと思ってます、おります。はい、ということでお知らせありがとうございました。それでは本当にお別れの時間となっておりますが、皆さん今日はいかがでしたでしょうか。今日は配信の調子が悪かったです。始まってみると一瞬で、もうあっという間に終わってしまったんですけど、やっぱね、スミカはここではお話できなかった魅力がまだまだたくさんあるので、本当にそうなんですよね。本当にそうなんです。ぜひプロデュースしていただくことによってね、はい、こう分かることがありますからね。そうですね、うん、ぜひもう気になったよって方は、うん、ぜひスミカのピーツをこの後反省会ということで、はい、2度目はないからね。でも魅力的なキャラクターたくさん登場しますので、失敗は別に1回は許されるよ。アイドルマスター今後同じ失敗を起こさないことが大切だから、ね。はい、そしてありがとうございます。僕の方からもちょっとだけお話しさせていただければと思うんですけれども、あれですよね、アンケート出すんですよね。出てないのそうですね、あの次回もぜひ見てくださいという初星学園ホームルーム、来週はですね、はい、先ほど映っていたアイドルがご紹介されるという形なんですけれども、僕ではなくてですね、佐藤大地君の方が、出てご紹介をさせていただくので、ぜひ来週も見ていただければなと思っております。はい、はい、それではね、最後にいつもの挨拶で締めたいなと思いますが、皆さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、込みで笑ってるけど内心切れてる。これからも目の奥が笑ってないよな。会いま す, いますそこは声優さん映してくれないんだ。バイバーイ。会いますっていう声優さんは映してくれないんだ。なんか今日ふわふわしてんな。今日の初星学園 HR、なるほどですって。なるほどね。ということで、かわいいですね、シウン・スミカちゃん。今日絵描きたかったんですけど、ちょっと忙しいので描けましんごめんなさい。また会いましょう、来週の水曜日に。シウン・スミカちゃん描きたいよ。でも描きたいキャラが溜まっていっちまう。いや、頑張って。たまりに溜まった年やってよんな。まだ俺スイちゃんすら見てないからな。そろそろスイちゃんいなくなるんじゃないの。もうなんならいないかもしれない。でもやめらなきゃいけないことがあるので、ちょっとやっていきます。またね、ありがとうみんな。バイバーイ。会います。